こんにちは、速稼塾の久保です。まあ、人は誰しもピンチに陥るものですけども、そのピンチに陥った時に、まあ、人間としての進化が問われるんではないかなっていうのはね、昔からよく言われていることで、多分あなたもね、聞いたことがあると思うんですよ。で、私もね、常々思います。ピンチになった時に自分の本性が出ると。で、恵まれていて衣食足りて礼節を知るではないですけども、順調になっている時って自分の一番いい面が出るんですよね。で、逆境の時にこそ自分の一番醜いところとかね、まあ何と言いますかね、人を恨む本性っていうのが出るのかなと思うんですよ。でビジネスをしていると、良かれと思ったことがそうじゃない結果にたどり着くこともあったり、時にはね、詐欺師扱いされたりとか、商品を心を込めて売ったのに、その商品が、そして商品やサービスがね、まあ手にした方の思うようにいかなかったことによって恨みを買うこともあるんですよね。まあでもね、それでもビジネスをし続けることってのは、私はね、尊いことだと思うんですよ。逆境にぶち当たって、そこでね、嫌な思いをして落ち込んで、人にね、詐欺詰まれて、そこで退場していく人もいますけども、結局世の中、誰かが誰かに提供することをやめてしまえば、受け取りたい人が受け取れなくなってしまうってことが起きるんだと思うんですね。で、今回いただいたね、メールっていうのは、ある一人の方に向けての返信になりますけども、多分多くの方にもね、共通すると思いますので、メールの本文っていうのは、まあ、ちょっとお伝えすることができないんですけども、まあ、想像しながらね、聞いていただきたいと思います。ここにはね、ちょっと引用をするところが一部ありますけども、失礼します。なんですかね、自分がピンチの時にそのピンチに対してどう向かっていったか、どう解決したか、もしくは解決できなかったのかっていう経験とかね、自分の置かれた状況、気持ちとかっていうのは、同じ境遇に陥った方のやっぱりね、手助けになると私は思うんですよ。まあ、ですんで、こういった YouTube ですとか、まあ、ブログとかね、そうじゃなかったら誰か人に会った時に話すとか、まあ、お手紙を書くとかっていうのもあると思いますけども、自分はこんな苦しい状況でこんな気持ちになって、周りの人とはこういうふうな関係になってしまった、で、そこから自分はどのようにね、逆転していったかとか、一人一人信頼関係や誠実さを取り戻していったのか、もしくはもうやけになってダメになってしまったのか、いやいや、逆行に陥った時に人を攻撃する人もいるんですよね。まあ、その自分はどれなのかなってことを考えることが皆さんもあると思うんですよ。でね、やっぱ私も思うんですよね。で、人ってのは状況が違いますから、自分がピンチに陥った時、他の人もピンチに陥ってることがあります。そして自分以外のピンチに陥った人がそのピンチをテコにしてですね、ピンチに陥る前よりも大きく飛躍することってあるわけなんですよ。そうなった時に自分自身に湧き起こる感情ってのは、なんであいつだけがとかね、なんで同じところに同じように落ち込んだのにあいつだけは一歩早く出てるんだとかね、羨ましいと思ってしまう、嫉妬してしまうこともあると思いますし、その嫉妬や羨ましさが攻撃に向かうこともあるかもしれませんけども、やっぱりだからこそね、立ち向かっていかないといけないのは、自分の感情がムクムクっと起き上がった時に、その感情を制御しているのは誰なんだってことなんですよね。その感情に流されて怒りとか悲しみとかね、攻撃ってものをそのまま表現することもできますけど、ちょっと待てよと、自分のその感情ですね、一歩客観的に見て、この状況を何とか利用できないかな、もしくはこの状況に陥った時に多くの人はふてくされてしまったり、人のせいにしてしまったりするけども、いや、でもそうじゃないぞ、成功してる人ってこういう時ですら人のせいにせずに、自分の足元をしっかりと固めて、一時期はマイナスになるんだけども、そして縮み上がったところでドーンとね、次のホップステップジャンプにつなげていくなっていうふうに考えることができると思うんですよ。で、私はね、常々こう思うんですね。最悪の時こそ最善を尽くせということですよね。これは多分私の動画見てる方は何度も聞いたことがあると思いますけども、まさにですね、資金を失ったりとか、予定していた人との約束が果たせなかったりとかね、それからまあ裏切られたとか、騙されたとか、殴られたとか、傷つけられたとかね、盗まれた、いろんな状況があると思いますけども、最悪の時こそ、それこそね、周りの人を死によって失うってこともあると思います。それも最悪の状況なんですよ。でも結局自分の人生を明日も明後日も10年後も5年後も続けようと思ったら、最善を尽くして一刻も早くそのダメージから立ち直るしかないと私は思うんですよね。人のせいにして人の足を引っ張ったところで自分が浮かび上がれるわけはないんですよ。一緒に沈むだけなんですよね。で、やっぱりね、
私はそのビジネスを通じて思ったのは、人生ってのはたくさんの人のおかげで、たくさんの人に支えられて、たくさんの人にいろんなものをいただいて生きることができると思うんですよ。でも自分の死後っていうのは、自分が誰かに提供したものとかギブしたものが自分の死後も残っていくのかなと思うんですよ。誰かからもらうもので生きて、自分が与えたものが自分の死後も残るってことですかね。まあ、ですんでね、やっぱりこう苦しい時でもギブの精神といいますか、人から奪うテイクするってことではなくてギブ、こんな時でもギブする、自分の最悪な状況をね、ギブする、それはね、自分の最悪な状況を人を引きずり込むってことではなくて、自分の最悪な状況の中で気づいたことや陥った感情とか、その中でも大切にしなければならないことに気づいたってことをやっぱりね、人に伝えていく、ギブすることができるんじゃないかなと思うんですよ。もちろん自分がうまくいってる時もやっぱり提供することは忘れずに、結局はこの世の中って与え合いでできてると思うんですよ。与えるっていうのと奪うっていうのとは、現象としては人から人に何か物やサービスが移動するっていう現象としては一緒なんですけども、感情が大きく違いますよね。こういう話があります。スリに、財布を盗まれたイギリス人がいて、でその財布を盗んだね、まあ貧民街で暮らしてる強盗がですね、警察にすぐ捕まってめった打ちにされたんですよ。でめった打ちにされたのを、被害者たる財布を盗まれたイギリス人がじーっと見ていて、警察官に言うんですよね。それは盗まれたものではないと、彼を殴るのをやめてくれと、それは私がこの方にあげたものなんですよっていうわけなんですよね。でこれが何を意味するかっていうと、財布を自分のイギリス人の懐からその強盗の懐に移ったのは一緒なんですけども、強盗は取ったと思うわけなんですよ。でも取られた方はイギリス人はあげたと思うわけなんですよ。でこれがね、何を意味するのかっていうのは、まあそれぞれ、分かれるところだと思いますけども、自分が何かを失った時、その失ったものによって誰かが得ているっていう考え方もできます。としたら積極的に与えたもんだっていうふうに気持ちを切り替えて、ね、100万200万500万1000万で自分の人生や価値が台無しになるわけはないじゃないかっていうふうに奮い立っていくっていうのも一つの考え方だと思うんですよ。むしろ500万1000万を失ったからこそ今の自分があるとかね、これからの自分があるとか、本当に、もっと大切なものを、ね、手に入れることができた、それ引いて言えば2000万3000万を稼ぐ力がついたっていうふうに考えることもできると思うんですよね。現在世界中を襲っている感染症っていうので、店舗をね閉めたりとか会社を失ったりって方がいらっしゃいますけども、それはねマイナスになったわけではなくて、自分に帰ることができたっていう風な考え方もできるんですよ。まあこれはまたね話すと長くなりますんで別の機会に譲ろうと思いますけども、私が思うのはビジネスっていうのはですね、暗中模索であり、五里夢中、雲をつかむようなもの、それがビジネスだと思うんですよ。ビジネスに答えなんてのは最初からあるわけがないです。そして大丈夫だと思ったものが大丈夫でなかったりとかね、思わぬ報酬ボーナスが得れたりとか、自分の気づかないところで誰かが感動してくれたりとかね、三方よしって言葉がありますけども、自分がお客様に何かを提供することによって社会が良くなるとかね、もしくは自分がビジネスをしているとか商品を買うことによって社会が良くなるみたいなのは思ってもみないことだと思うんですよ。でも確実にこれは三方よしってのが起きてるわけなんですよね。引いて言えばこの三方よしが四方よし五方よしになって、次の世代とかもね良くしていくってこともあると思うんですよね。これからもね、ソカ塾の発信を通じて、普段私が思っていることとか、私が思ってもみないこととかをね、伝えていければいいかなと思っております。本当にね、ここまでご覧いただきましてありがとうございました。最悪の時こそ最善を尽くしていきましょう。突破口は必ずあると思います。そして最悪の時こそ、自分が傷ついた時こそ自分の本性が分かります。その時に自分が痛い目を見た時に、誰かを攻撃するのか、誰かを責めるのか、それともこれは自らが招いたことなんだっていうふうに足元を固めてね、そこから再出発を一刻も早く立ち直っていけるのか、まあいろいろとね考えることがあると思いますけどね。今回のメッセージ以上でございます。ではまたよろしくお願いします。